はい、それではですね、今日はここにも書いてありますように、和夫石黒の、日の名残、まあ、これ理が抜けておりますが、のについてですね、まあ、いろいろな読み方はあると思いますが、日本から読むということでお話をしたいと思います。どういうことかと申しますと、まあ、彼は長崎で生まれ、両親とも日本人なわけですね。ですから本人は、まあ、本人がどのように思っているかというのは非常に複雑なようで、私の知り合いの人もインタビューに行ったことがあるんですが、なかなか日本からインタビューに行くと会ってくれない、なかなか日本人に対して非常に警戒心もあるようですね、まあ、複雑な気持ちがあるようです、まあ、そういうこともありますけれども、まあ、それは何を意味するかといえば、自分の中にやっぱり日本がはっきりあるということは分かっているわけですよね。ただし日本語はそれほど自由に喋れたりしないので、非常に複雑なものだと思います。で、まあ最初に書いた小説、2番目もですねの小説もですね、日本が舞台になっていたり、日本人が主人公であるという作品なんですね。しかしそれでかなりもうすでに評価はイギリスで得ましたけれど、それでもやっぱり日本人作家と思われてしまったと。でそれは本人としてはやっぱり不本意、イギリスで勝負してるんだからやっぱりイギリスの作家として認められたかったわけです。それで、書き上げたのはこの日の名残なんですね。まさに英国の英国らしい、舞台設定でイギリス人の中の物語を作り上げて、まあ、これで彼は一応賞ももらいましたし、イギリスの作家として本格的に認められたわけですね。ですけれども、作品がいくらイギリス風であってもですね、我々日本人が読めばやっぱり日本的だと感じるところが多々あるんですね。で、そういうこともありますから、日本の側から読むことはもちろんできる作品でもある。英語で書かれてはいますけれども、そういう、ことが言えます。まあ、石黒さん の, インタビュー、私、雑誌で見たことありますけれども、だいぶ昔のインタビュー、今最近のとはまた違ってまして、その当時はやっぱり、日本に対する意識というのは複雑でしたね。それを見ますと、自分はその両親が日本人であるけれども、学校も大学まで全部英語でしたので、日本からは全く遠い世界で生きてきたというわけですね。しかし日本の写真とか、日本に関する歴史の本とか、まあ、日本の文学とか、そういうものを英語の文献で見ることは多々あったということで、日本に対する関心がやっぱり強かったようです。で、まあ、そういうこともありますので、今日お話ししたいことは、まあ、日本的なものがこの作品にあるとしたらどういうものであるか、またどのようにして作者は自分の問題を、まあ、乗り越えるといいますか、作品を書きながら解決していってるのかっていう、そういう問題を今日は中心にしてお話ししたいと思います。皆さんには資料が配布されていると思いますが、まあ、全部を読むと時間が多分、超過してしまいますので、重要なポイントに絞ってお話したいと思います。まずこの日の名残という作品ですが、私が最初に、接したのは今から20年ぐらい前だったと思います。映画化がされていたので映画を見てですね、この作品なんとなくこう、なんていうんですか、イギリスの映画でしたけれども、何か不思議だなと思いまして、で作者はというと和夫石黒というんで、これは日本人の名前だなと思いまして、それで本を読んだんですけれども、確かに日本的とか日本的でないとかいう以前にですね、小説家として非常にうまい、読者をうまく引っ張っていく技術がすごいなと思いました。で、読んでいったらやめられなくなるという感じがしましたので、それでですね、非常に関心を持ち始めたわけなんです。
が、日の名残という作品は第二次大戦後の、イギリスの伝統的なお屋敷に勤める執事の物語ですね。執事という職業が、まあ、いわゆる英国の貴族とか貴族に相当するような身分の高い人々の大きなお屋敷に勤める伝統的な職業であるんですが、しかしその舞台設定は、そのお屋敷は古いですけれども、現代の今の主人はアメリカ人という設定になっていますね。ですから戦後ということになります。大英帝国が崩壊し、アメリカが世界の主導権を取ったということがそこに象徴されています。お金があるアメリカ人がイギリスの屋敷を買い取った。しかもですね、屋敷だけじゃなくて、そこに勤めている人員もセットにして買ったようですね。ですから、そこに勤めている人は前と一緒であって、アメリカ人からすれば非常にイギリスの伝統的な雰囲気を楽しめる屋敷なわけですね。まあ、アメリカ人から見てですね、そういう状況です。しかしイギリス人である主人公の立場からすれば、このアメリカ人は必ずしも快いものではないわけですよ。それは作品の冒頭にも出てくるんですが、例えばそのアメリカ人は、君たちは世間を知らない、こんな屋敷にずっと住んでいて、君たちの国の素晴らしささえ知らない、ね、私は休暇でアメリカに帰るから車を貸してあげると。しかもその車はフォードなんですね。フォードはアメリカ車です。イギリスには立派な車があるにもかかわらず、あえてフォードを持っていて、フォードを使ってドライブしろと、でドライブ旅行をしなさいというわけですね。しかし伝統的なこの主人公スティーブンスという人ですが、彼からすればこの屋敷に勤められるということ自体がもう名誉なわけですよ。そんな素晴らしい職に就いている自分は、なんでこの屋敷を後にして旅に出なきゃいけないんですか。そういう気持ちですよ。プライドがあるわけです。そのアメリカ人にはそれが分かっていないんですね。だから彼はやっぱりその最初の段階で、プライドは傷つけられてるんですよ。しかしアメリカの天下ですから文句は言えませんよ。この状況設定そのものはもうそのまま日本の戦後に移してもおかしくないわけですね。まあ、ですからそういう意味では非常に日本人にとっても面白い、ものがあるわけです。でそのアメリカ人は、そうか、お前金がないならガソリン代も出してやる、この横柄さね。だからイギリスの伝統の的な人間から見れば、それは親切心というよりは横柄なんで、余計なお世話なんですよ。でもそれを言えません。彼は、あくまでも相手は主人なわけですから言えないわけで、ただ一生懸命抵抗はします。旦那様はね、確かに私どもは世間を知りません、そうおっしゃっても構いませんが、このお屋敷は普通のお屋敷ではなくて、世界のご歴々がいらっしゃったところなんですよ。私はそのような方々を見てきた。これは他の屋敷にいたらできないことでした。何が世間を知らないんですかと言いたいわけですよ。むしろあなたよりはるかに知ってるかもしれませんよと言えないけれども言いたいわけですね。だからそういう心の葛藤って非常に見事にこの作品には出てくるんですが、それを私なんかはやっぱり戦後の日本人が、アメリカの兵隊たちが来て、マッカーサーが来て、そして新しい国を作ってやるぞと言ってきた時に内心感じたかもしれない感情なんですね。もちろん文句は言えません。善意でやってくれてるんだと、それは分かるんですよ。しかし態度は文化に対する尊敬はないということなんですよね。だからそういう問題が最初からこの作品には出てくるんです。で、まあそれでもですね、面白いのはそこで終わらないところ。そう言われながらも、そう思いつつも結局は旅に出るんですよ。なぜか、かつて屋敷に勤めていたケントン城という人から、ミス・ケントンという人からですね、手紙が来て、昔を懐かしんでる、そういう手紙をもらうとですね、やっぱりじゃあもしかしたら、このお屋敷に戻ってきてくれないかなと、昔一緒に働いていたわけですね。でしかも、そのミス・ケントンに対する気持ちというのは、一方ならぬものがあったはずなんですが、
今はもう結婚して人妻になってる人です。でも手紙が来た、で昔を懐かしんでいる。だったらば彼女に会って説得してこの屋敷に戻ってもらったらいいんじゃないかと僕考えますよね。そこで旅に出ることにします。でその場合のスティーブンスの言い分はあくまでもここの屋敷には人手が足りない、誰でもいいから雇うというわけにはいかない、この屋敷は立派なお屋敷ですからそれにふさわしい人でないと困るということで、昔勤めていたケントンさんだったらばいいんじゃないかと思うわけですね。したがってあくまでも彼の立場としては昔好きだった人に会いに行くんじゃないんです。お屋敷のために役に立つ人材を探していくんだと。全てはお屋敷のためで生きてる人ですから、はい、そうなるわけです。しかしアメリカ人の主人がそれを聞いて、あ、そうか、君のような年の男にもガールフレンドがいたのか、こういうふうにしか理解されない。これはね、彼にとっては非常に心外ですよ。なぜならば彼にとって大切なのはお屋敷でありご主人様です。今のご主人様はアメリカ人で物分かりが良くないけれども、まあでもとにかくご主人様、もちろんかつていらっしゃった、ダーリントン教というご主人様と比べたらね、あまりにも差がありますよ。しかしまあとにかく自分は雇われてる身ですから、主人の言うことは聞かなきゃいけない。それで主人の言うことも聞くし、屋敷のためにもなるっていう両方の理由が揃ったところで旅に出るんですね、はい。で、まあ、少し先走りますけれど、作者石黒氏はそこでまた満足してないんですよ、と言いつつお屋敷のためと思って生きているこの人が旅をしている間に、実は自分という人間はそれほどに、献身的な人間でもそれほどに、何ですかね、主人思いであったとも言い切れないのではないかって疑い始めるんです。つまり今までの自分の生きてきた価値観そのものが旅をしている間にだんだんと怪しく見えてくる。ここがすごいところなんですよ、この小説の、はい。そうなってきますと、まあ、そういうところで、まあ、私はこの作品を振り返りたいと思うんですね。で、まあ、じゃあその前にですね、皆さんの資料に沿っていきますと 1-3 というところをご覧ください。1ページ目 のローマ数字1の、アラビア数字3のところですね。一般的にどう読まれているかっていう話を先にしておきたいと思います。まずですね、この作品を日本を知らない読者を読んだ場合ですね、イギリスの伝統的な社会が描かれているので、まあ、日本の的なものだとは思わずに読むようです。いくつか批評を見てみましたら、多くそのイギリスの新聞とかアメリカの新聞の書評ではですね、大英帝国の伝統が崩壊して戦後新しく生まれ変わりアメリカ中心の時代になっていて、そのような中で違和感を感じながらも生きていこうとする昔かたぎの英国人の典型的な姿が描かれていると、こういう評価です、はい。で、それでですね、次のページに行きますが、英国人の読者が特に注目するのは、スティーブンスの極端なまでの自己抑制、はい。まあ、いくらイギリスの伝統的な世界にいるとはいえ、このスティーブンスの自己抑制の度合いは激しいわけですね。まあ、日本の、明治時代の滅私暴行というのにぴったりなわけです。私を滅して殺してお上のために勤めるというね、それです。自己抑制がで、感情を押し殺し、まあ、執事としての品格を重んじる、まあ、彼としては一つ の理念があるんですね。執事といえども、品格を持っていなきゃいけない、これが非常にキーワードとなっているわけなんですが、そのためには品格を汚すような感情を表に出すとかそういうのはよろしくない、そういうふうに彼は一生懸命その努力をして生きているわけです。でそれを作者は
まあ、イギリスの批評家が言うにはですよ、作者は親しみを込めつつも皮肉に描いていると、つまり一定の距離を取って、決してそれを賛美して描いているわけではない、気の毒でもあるし立派な感じもするけれども、なんとなくおかしい、というのユーモアも含めているというふうな評価ですね。まあ、なかなかそのユーモラスに描いているかどうかっていうのを、見つけ出すのは簡単なことではないんですね。というのはこの、特に翻訳ではそれが見えにくいところもあるんですよね。まあ、本国の人が見ればユーモラスにも描かれていて、これはですね、石黒さん自身も言っています。自分としてはユーモアを込めた皮肉で書いたつもりですと言ってるんで、おそらくその皮肉というものはイギリスの読者には十分伝わっているようです。ね、いずれにしても、そういう描き方で、もう一つは英国の読者の評価はですね、主人を徹底的に崇拝しているこのスティーブンスという人は判断力がない、物事を判断する力がない、その点もこの作者は非常にうまく描いているという評価ですね。まあ、この判断力の問題っていうのは確かにこの小説では重要な一つの要素なんですね。品格を重んじるっていうのは一つの要素ですが、もう一つは己を殺してしまう、つまり自分を全部こう捧げますから、自分自身は物事を判断するっていうことはないわけですよ。ね、全てご主人様のご判断は、私はそれをその通り信じて実行すると、こういう態度ですよね。はい、ですから、その判断力が欠けているという点を作者はきちんと捉えて描いていると評価されているわけですね。はい、それからスリリングな小説っていう評価もあります。これも私もその読んでいて途中でやめられなくて終わりまで読むというのは、石黒さんはですね、結構推理小説とは言いませんけれど、読者にいくつかの謎を残したまま話を進めていくんで、読者はその謎がどうなったのかなって思いながら読むんですが、少しずつ答えを出していってくれるんで、最初は10あった疑問が、まあ、半分ぐらい読むと5ぐらいになって、最後のページまで行くとようやく全部が分かると、こういう書き方ですので、それもやっぱりイギリス本国では非常に作家としての技術が高いと評価されているようです。はい、それからもう一つ面白いのは表現が不明瞭、ぼかしている、それがかえって読者を引きつける、つまりぼかしの、技術が見事だというわけですね。非常に明瞭に全てが全部読者に、伝わるという、そういう書き方ではなく、ぼかしはいい。ですからそのぼかしをうまく使っているという評価もあります。まあ、おそらくこういった評価は多くの世界中の読者が持っていると思われます。で、もう一点、重要なのは先ほども言いましたが、まあ、これは原作について言うんですけれども、文体ですね。石黒さんはこれは今度先ほど来年唐津塾にいらっしゃる早稲田大学の先生がいますが、5月にいらっしゃると思いますけれども、その先生が直接インタビューされたんで、その先生から聞いたんですが、石黒さん英語喋っている時もそうですし、文章もそうですが、やっぱり日本人には非常に分かりやすいそうです。どういうことかというと、やや日本的な英語だというわけですよ。うん、まあですから、うんと英語のうまい日本人という感じがするというふうに、まあ、言うんですね。はい、ですが確かに日の名残について言えば、私はでも日の名残についてはそうだと思いましたけど、例えば、私を話さないでの英語はそんな感じはしなかったんですけれど、日の名残についてはですね、スティーブンスの、まあ、自分で自分のことを語る書き方なんですけれど、
その私はこれこれのことっていう言い方がすごく まだらっこしい、くどいようでもあるし、常に自分をこう何とかして、聞いてる人に納得させたいっていう気持ちはあるんですが、スパッと物事を言わないんですね。で、日本人の全てがそういう性格ではありませんけれど、日本的な喋り方の一つにはそれがある。つまり曖昧で焦点をわざとぼかしてその周辺をちょろちょろ言うと、そのスタイルをこの日の名残では使っています。ですからそれは逆にイギリスの読者にとっては面白く、一体この人何を本当は言いたいんだろうと思って一生懸命聞くと思うんですが、日本人からするとあ、なんか日本的な発想だなと思うわ、ね、だこの辺は石黒さんはとても上手だと思います。上手だっていうのは他の作品を読むと必ずしもそういう書き方してないんで、となれば彼は意図的にやってるわけです。意図的に日本風にしてそしてイギリスの読者を引きつけるというね、非常にこれは手の込んだことをやってるなと思わざるを得ません。大したもんですね、はい、そう思います私は。でそれはまたイギリスの現代読者にとっては、昔風の、伝統的な英語の世界にも通じるものがあるので、特にあのそういう貴族のいる、上流社会ですね。だからイギリス読者からすればこれは日本だとは思わなくてイギリスの昔のスタイルだと思うようになっている、まあ、非常にうまいですよ。つまりイギリスでもあり日本でもあるような接点をうまく見つけ出しているということですよね、石黒さん自身はそれがどの程度日本的なのかは自分じゃわからないと言ってるようですが、というのは日本で生活したことがないからですね、というんですが、しかし我々から見ればやっぱり日本的じゃないのかなと思います。それからこの作品は戦後になって、イギリスのその伝統的な人間が旅をし、戦前の大英帝国の輝かしい時代を思い出すわけです。したがって常に過去にフィードバックするわけですね。それがまた現代に戻ってくるという、そのテクニックを非常に駆使しているわけですね。だからこれがまた現代と過去っていう、現在と過去っていうものが常に対比されて出てきます。そういうところのテクニックもなかなか見事だと思いますし、それから先ほど出てきたぼかしですね。ぼかしは最初から前後言わないでチラチラっと見せて、ぼかしていくので読者はついついもっと先を知りたくなる、こういう書き方もしていますが、これもですね、日本の一部の小説家はよく使う方法で、結構西洋の作家には多くない、西洋の作家は案外に物事をこうはっきり示すのが好みのようですけれども、石黒はあえてそれを使わないで、ぼかすということを得意としています。まあこれは今お話ししたことは全部前向きになりますが、ここからが今日の本番で2のところです。はい、そこの、2のローマ数字2ですね、そこからちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。石黒が日本人の両親に育てられて成人したことを考えると、彼の基礎文化は日本文化であると言ってよいでしょう。まあ両親は日本人であった、しかも両親はイギリス育ちではありません。彼は石黒は長崎で生まれたわけですから、両親は、まあ、長崎にいた人ですよね。そして、その家族で、イギリスに渡ったというわけです。ですから、家庭内では全く日本語が使われなかったということはちょっと考えにくいですし、もちろんできるだけ子供が早く英語を覚えるように家庭内でも英語を使ったかもしれませんが、それでもやっぱり日本人ですから親は、子供の育て方が日本的であるのはごく当たり前だと思いますね。ですから日本文化がやっぱり基本にあると考えるのが普通だと思います。そして
それで学校生活で、まあ、英語を学び、イギリスの社会に入っていくわけでしょうけれども、やっぱり人間の基礎には家庭がありますので、その家庭が日本人の家庭であったならば相当の影響があって普通ですね。で、実を言うと、この私が雑誌で読んだインタビューの記事が面白かったのはですね、自分は日本はできないと言ってんですが、でも1ヶ月もし日本に住んだらペラペラ喋れるんじゃないかと思うと言ってんですよ。ということは基本的に分かるということなんですね。で、大体日本人が喋ってるのを聞くと何言ってるか分かると言ってますから、全く日本はできないわけでもないんですよ、はい、ですから、彼は一応その基本文化は日本だと私は言っていいと思います。で、母国語が日本語かというと必ずしもそうとは言い切れません。ほとんど喋れない状態になっていますから。しかし、4歳5歳までですかね、日本にいたわけだし、全く母国語は日本語でないと言い切るのも難しいところがあるように思います。はい、まあ、そういうわけですから、その彼がイギリス人を描いた場合でも、日本人的イギリス人を描くことになっても別に不思議はないですね、はい。で、日の名残の場合には、そういう意味でイギリス人らしいイギリス人が出てくるように見えても、実はその中には日本人が入り込んでいると考えてもおかしくはないと私は思います。で、具体的にどういうところにこの主人公スティーブンスの日本人的なところがあるのかっていうのをこれから見ていきたいと思います。 2-2 というところです。主人公スティーブンスを石黒の内なる日本人であると仮定した途端に、スティーブンスがいくつもの日本人的な面を持っていることに驚かされます。その一つは、現在の日本人にはないかもしれませんが、過去の日本人には確実に存在した主君への忠義とメッシ奉公です。はい、ご主人のために全てを捧げる、そして自分のことは顧みない、この精神ですね。これは現代の日本人にはないかもしれません。しかし、かつてはそういうものが求められた時代があったわけです。そのような場面の具体例をそこに引用しておきました。引用は全てこの、土屋正雄氏の役の日の名残から取りました。文庫本もありますけれども、はい。私は35年の歳月をダーリントン卿に捧げました。そしてその35年間、私こそ真の名家に雇われていた執事だと申し上げてよかろうと存じます。これまでの執事人生を振り返るたびに、あの歳月にダーリントン卿の下で成し遂げた諸々のことが私に最も大きな喜びを与えてくれます。卿にお仕えできたことを私は誇りに思い、卿に対しては私をお仕えくださったことへの感謝しかありません。で、このように本当に長い35年間をこのダリントン卿に捧げた。これはアメリカ人の主人ではなくて、かつてのイギリス人の主人なんですね。その人のために自分は生きてきたということになります。はい、また先ほども言いましたが、この主人に対する忠義というのはそのままそのお屋敷に対する忠義でもあります。ですからお屋敷を離れるということ自体、彼にとっては思いもよらないことだったんですね。お屋敷とご主人と一体になっているわけです。そうであるからこそ、アメリカ人の新しい主人のファラデー氏が旅に出るようにと勧めてもすぐには承諾できなかったんです。つまり彼としては断ることもできない、主人が言ってるんですから。で、一応善意で親切にガソリン代も出してやる、車も使っていいって言ってるんですから、偉そうに断るわけにはいかない。しかし本音を言えば、そんな旅行を別にしたいわけではないんですよ、はい。ですからそこに今悩みが出てくるわけですが、言ってみれば自分と主人と屋敷とは三位一体、こう考えていいと思いますよ、
はい、ですからあの彼にとって、戦争があって、まあ、アメリカのおかげでヨーロッパは解放されたわけですから、アメリカの時代が来てしまいます、そういう時代の変化は彼にとってはとてもついていけるものではなかったはずです、はい、でも先ほども言ったように石黒氏はそこで、過去に過去の、まあ、典型的な一人の人間を描いただけでは終わっていません。その後に書いてあるんですが、あの問題はですね、スティーブンス自身がこのような自身の主人への在り方が本当に良かったのかどうかを、疑うことになってしまうんですね、ですからその辺が彼のこの作者としてのですね、石黒さんの深い考え方といいますか、そういうところになると思います。で、まあそこのところをちょっと今、見てみたいと思います。すいません、資料をですね、私間違えて持ってきて余ってるのはありますか。はい、すいません。はい、どうも、というわけで、ですからこの、はい、まあ、今申し上げたように、自分自身 の、 その主人に対する在り方が本当に良かったかどうかを旅の途中で振り返るというところがあるんです。例えばですね、この前の主人のダーリントン卿はですね、第一次大戦、第一次大戦は1915年ぐらいですかね、第一次大戦の後ですね、この戦争の、まあ、直接の原因は、大戦ですかね、その時の、まあ、元凶と言われるのはドイツなんで、戦後はドイツがものすごい高い賠償金を払うことになったんですね。フランスやイギリスがそういう罰を与えたわけです。しかしドイツは貧しい、戦争に負けた上にそんな賠償を払えるわけがない。だからこのダーリントン卿はそういうやり方をしたらまたヨーロッパはダメになるというふうに思ってですね、ドイツを支援する運動を起こします。で、そのためにこのお屋敷を、自分のお屋敷を使って国際会議を開きます。で、アメリカの政治家も呼びますし、フランスの外交官を呼んだり、ドイツからの人を呼んで、協議する、そういうことがあるんですが、結局彼はドイツ支援の方に傾いた。ところがドイツは1933年に、ヒトラーがナチスとの、まあ、立てまして、その33年にはもう国家の元首になろうという、そういう時代になってくる。するとドイツはナチスのドイツになるんですね。しかしダーリントン卿はその、ドイツ支援の立場からそれ、そういう、ヒトラーの体制もある程度支持せざるを得ない状況にあります。そんな中で、ドイツ側がオタク の、 その屋敷にもユダヤ人が、使われ雇われているはずだから早くクビにしろと圧力をかけます。その場面で、ダーリントン卿は最初は あまりそういうことをしたいとは思っていませんでしたが、圧力に負けて、まあ、ユダヤ人がいたら解雇しろとスティーブンスに言うわけですよ。執事であるスティーブンスというのは、執事というのは従業員の頭ですから、従業員の全般を受け持つ人でもあるわけで、彼は主人にそう言われたので当然そのまま実行するわけですね。で、ここの部分をスティーブンスは後になって旅をしながら思い出すんですが、その時にやっぱり多少心が揺らぐんですね。本当に自分自身としてはそれほどやっぱりよく働いていた従業員の、ユダヤ人の従業員をクビにするのは自分自身としてはあんまり納得はいかなかったんだけれども、
ご主人様は深いお考えを持ってそうおっしゃってるんだからと思って実行したと思い出す場面があります。でこの場面ではあの石黒さんの書き方は非常にやっぱり私から見て、すごいなと思うのはですね、普通の作家だったらそこで、スティーブンスに「いや、やっぱりあの時の旦那様はおかしかったな」って言わせると思うんですが、それはないです、ね、あくまでもやっぱり自分は執事であって旦那様が決断したことはやるのが当然なんだというふうに、本人はそういうふうにして自分自身の過去のことを一応確認していくんですね、はい、で私はそれを読んでいて、まあ、思ったことは、その時にケントン城、ミス・ケントンという同僚が、出てくるんですが、その女性の同僚はこのユダヤ人解雇に真反対、正面から反対します。なぜならばまず有能な有能な仕事がよくできる人を理由もなくクビにするとはおかしい。ユダヤ人だからクビにするっていうのはもっとおかしいと彼女は言います。そしてご主人様がたとえそういうことを言ったにしても執事であるあなたはそれを黙ってはいと言って実行するのはいいわけではなくて、時にはご主人様に意見をして、でもやっぱり非常に役に立っている人ですからクビにするのはちょっと問題があるのではないでしょうかと丁寧な形でいいですから言えてもいいじゃない、それさえあなたはできないんですかという感じで、ケントン城は非常にスティーブンスにもお屋敷のご主人にも失望するわけなんです。でこの事件はこのケントン城がやがて屋敷を去っていく一つの大きなきっかけになるわけですね。つまり、ケントン城はスティーブンスの仕事の仕方にやや疑問を持ったんですね。よく日本の、殿様がねいろいろ言って、でも家老がいろいろ意見を出したりするじゃないですか。その家老に当たるような人がこのダーリントン卿にはいなかったわけで、スティーブンスは言われたことを絶対やる人なんだ。判断力がないって先ほど言いましたが、判断をするべきだと思っていません彼は。しかしケントン城は同じ職場にいながら、いやそこはねいくらなんでもあなたは意見は言えるでしょというわけです。ケントン城自身もおそらくスティーブンスに対しては非常に信頼もあり、ある種の強い感情もあったと思いますよ。だけどこの事件は彼女にとってはやっぱりショックだったですね。スティーブンスそこまであなたは判断力もないのかというふうに彼女は思ったようなんです。ただし、作者はそこではっきりした、意見は出さないようにしてるんです。だから読者とすればケントン城の立場もあるしスティーブンスの立場もあって両方見えます。そういう形で作品は進んでいくんですが、まあそうは言ってもこういった過去の思い出でスティーブンスは楽しくなるわけではない。やっぱり自分の今までの価値観や生き方が本当に良かったのかわからないっていう疑問がだんだん増していくんですね。はい、非常に難しい問題が出ています。ではそれ、まあ、一つ目はですからその滅私暴行と主君への忠義ですが、これが判断力を伴わない場合に果たして本当の忠義と言えるのかどうか、ね、つまり上司が言ったことは絶対正しいと信じるのはいいのかどうか、もしかしたらおかしいと思った時には別に逆らう必要はありませんが、意見して多少上司が間違わない方向へと修正してあげるのも忠義ではないだろう。こういう問題がすでにもう提出されます、ここで。はい、ではもう次の点に行きます。表情を殺すということです。はい、先ほども言いましたようにスティーブンスは執事としての品格、まあ、英語ではディグニティと書いてありますが、それにこだわった人です。
彼はこの品格とはどういう意味かというと、何かが起こった時に平静的確に処置し、しかも何事もなかったかのように振る舞うことなんですね。これはですね、確かに、私はある、英国人の文学の先生に聞いてみますと、確かに英国の紳士はそのように振る舞うのが望ましいとされているそうです。だから、よく冗談に、例えば地下鉄に乗っていたら、その地下鉄に、爆弾が仕掛けられていて、みんな慌てふためくでしょ。そういう時に、冷静な顔をしてですね、何事もないかのようにして、その処置をできる、そういう人がやっぱりイギリスでは本当の紳士で、そういう時にはわめき散らすアメリカ人などが馬鹿にされると、そういうふうに英国の一つの美意識があるようですね。だからスティーブンスの言ってることっていうのは確かにイギリス的でもあるんですよ。で、彼が出している例ですが、これはインドのあるお屋敷で、執事がお茶をお客様に出していたら、女中が騒いで台所で、何かと思って行ってみたら、虎がですね、屋敷内に入っていた。その時その執事は何事もないかのようにまた戻ってきまして、旦那様に小さい声で、実は邸内に虎が入りましたから銃を使って処置してもよろしいでしょうか。すると旦那様も平然とした顔をして、うんというわけですね。すると 2、3分後に銃声が聞こえて虎は処置されます。その後またその執事は何事もなかったかのように戻ってきて、旦那様、お茶のおかわりはいかがでしょうか。これが一番だという考えですよ。そして旦那様もうんと言ってカップを出す。つまり何もなかったかのごとく全てを処置していくということですね。これをスティーブンスは理想としています。はい。これは確かに日本人から見ますと、かつての武士道の精神にも似てるところがあるんですね。そういういちいち男子はですね、感情喜怒哀楽を顔に出すなと、そして大事な目的に邁進しなさいと、こういう考え方、これとも通じるところがありますし、明治時代などの公僕と言われた官僚にもですね、そういう態度を要求していたと言われています。ですから、まあ庶民からするとなんか人間臭さがないとも言えるんですけれども、でもそういう態度で何事も処置していく、まあ、冷たいとも言えるわけですけれども、しかしそれが素晴らしいとスティーブンスは思ってずっと生きてきたわけです。ところがですね、この問題点も実は旅に出ていろいろ過去を思い出してみますと揺らぐんですよ。どういうところで揺らぐかといいますと、実は先ほど申し上げたんですが、戦争戦中というか、第二次大戦が起こる前ですけれども、ドイツとそれからフランス、イギリス、アメリカ、そういった諸国のお偉方をこのお屋敷に集めてですね、国際会議を開いて、なんとかしてナチス党が勝手な動きをしないように、また同時にドイツに対しても支援をして、ドイツが切羽詰まらない状況にした方がいいという、まあ、ダーリントン卿の考えというのはノムヒョンの対応政策に似てるんですが、ドイツをある程度豊かにしてあげれば他の国を攻めてこないだろう、こういうふうに支援をした方がいいという立場ですね。しかしフランスとアメリカとはですね、そんなんじゃ甘いと、早いうちにぶっ潰した方がいいんだと、ナチスは何をするかわからんと、そういうことで意見が対立します。しかしその国際会議の、時に、スティーブンスはその執事として活躍するわけなんですが、といっても、お茶を出すとか飲み物を出すとかそういうことなんですけれども、お客様をですね、もてなすということなんですが、あいにくスティーブンスのお父さんがその時点において危篤になるんです。 お父さんもだいぶ年取っていて、かつてはスティーブンスのような仕事をしていましたが、この大事な会議ではもう引退させられています。
このお父さんの引退の事件もスティーブンスには結構後まで残ってるんですね。まあ、本当はお父さんにもそこの場で勤めてもらいたかったんですけれど、年齢の問題があって、まあ、一応外されたわけですけれども、その代わりに息子が頑張るということなんですけれど、その晴れの舞台で活躍している最中にお父さんが危篤になる、はい、だから息子とすればお父さんのところにも痛いわけですよ。痛いけれども旦那様がにとって非常に大事なイベントが今行われているわけですから、それで自分がしっかりやんなきゃいけないわけでしょ。そういう気持ちの葛藤がありますが、ね、その時の場面がそこのプリントの引用に出ていますので、引用のところを見てください。私はお客様にワインをついで回りましたと肘に触れるものがあり、振り返るとそこにダーリントン卿が立っておられました。スティーブンス、どうした、大丈夫か。はい、何ともございません。なんだか泣いているように見えたぞ。私は笑い、ハンカチを取り出して手早く顔を拭きました。申し訳ございません、今日一日の緊張のせいだと存じます。この泣きそうな顔をしている、泣いているように見える、これはもちろんお父さんが危篤で、あるからでしょう。しかし彼は私を殺し主人のために勤めているわけですから、お父さんの死は、自分の私事になるわけですから、その仕事を置いてお父さんのところへ行くわけにはいかないんですよ。でもこの場面をよく見ますと、ここでスティーブンスは自分の理念にも背いているわけです。なぜならば誰が見ても泣きそうな顔に見えてしまったんですよ。本来ならば顔に出ちゃいけなかったんです、これは。だから人間ですから当然出ますよ。で、つまり彼は人間にはできないことを要求しているわけですね。で、そのことを石黒さんはきちんと描いているわけです。はい、つまりスティーブンス自身、自分は一生懸命自分の理念に沿って品格を全うしようとしてはいましたが、現に全うできていなかったんですね。顔に出ちゃって旦那様が心配するぐらいですから、これ旦那様に心配させるというのは執事としては最悪なんですよ、これ。やっぱりこの場は誰もが楽しくワイン、これ会議が終わった後の晩餐会なんですね。ですからここでスティーブンスは人間の感情が出てしまったところがあります。もちろん本人はいやいや緊張のせいですよとごまかしてはいるけれどもですね、スティーブンスの立場にすればつらいですよ、本当に。はい、つらい気持ちでしょう。しかし頑張ったんです。でも彼の 理想から言ったら理想には及ばないところが出てしまったということなんですね。で、まあ本人はそれでもかつてのそういうことを思い出して、あの時は辛い思いがあったけれども一生懸命頑張ったと、人生の自分の、一番脚光を浴びた時でもあったということなので、ある意味では満足もしてるんですよ。ですがこういった過去の記憶が次から次へと出てくるとですね、結局今まで押し殺してきたさまざまな感情も蘇ってきてしまいます。それで、感情を押し殺して全てを全うするという理念はですね、果たして本当にいいものなんでしょうかという疑問さえ出てきます。ただ作者はさっきも言いましたが、そこで疑問は浮かんでも答えは出さないようにしています。それが悪かったとは言っていませんよ、別に。決してそのこういう人間を批判しようとして書いているわけではない。でも本人はやはり旅に出てしまったことで仕事が今、要するに屋敷の人間ですから、屋敷から出ちゃうと何していいかわからないわけですから、まあ観光はしますけれど、ついつい過去の思い出が蘇ってきてしまいますね。はい、まあそういうことです。
それから、次の2の4に行きます。もう一点、日本人的なところと見えるその部分、これは、行為の責任の問題です。まあ、判断力っていう言葉は先出ましたけども、まあ、責任というふうなことにも関わります。つまり、例えばユダヤ人を解雇した、責任者は誰か、もちろん解雇しろと言った主人ですよね。だけれども、それを無批判に実行した人は責任は全くないんでしょうか？ということになります。ナチスがユダヤ人を殺せと命じたら、その収容所でどんどんユダヤ人を殺す人は、ただ機械となって殺したに違いないけれど、人間でありますから、1% でも判断力はあるはずだと。そう考えると、やっぱり責任があるだろうということにもつながります。でそういう問題をはスティーブンスにも当然出てくるわけですね。でここで、私は丸山正夫という、まあ、日本思想史の大学者、もう亡くなった学者が日本の思想という本をでよく知られておりますが、その中に、まあ、日本人の、行為の責任について、言っている言葉があります。無限責任イコール無責任つまり、みんながやったことは私のせいでもあります、私がやったこともみんなのせいですという考え方です。だから全員で責任を持つというシステムですけれど、結局誰も責任を取らないというシステム、はっきり言うとですね、それが日本の戦争の時にあったというのが丸山正夫氏の発言なんですよ。だからもちろん天皇に責任があったわけでもないんですが、つまりある個人が責任を取るという体制になっていない、いないという問題なんですね。で、ですから、丸山正夫は近代の日本というのは天皇制のもとに全ての臣民が全てに責任を持つがゆえに無限の責任を持っていることになります。誰でもが責任者であるんですが、同時に責任の所在が限定されませんから無責任なシステムだというふうに言ってるんですよ。はい。で、これはまあ丸山さんの意見ですけれども、スティーブンスにそれを当てはめますと結構よく当てはまるわけです。彼は一応建前としましてはご主人のために生き、お屋敷のために生きていますから、お屋敷に起こったこと、ご主人に起こったことの責任は全て自分にあると思って仕事をしています。でもことが起こったときに彼が責任を取るわけではないし、また世の中も彼を責めることはまずない。あなたは執事だから、まあ、言われた通りやったんだろうとか、そういうふうには理解されてもね。ただ本人としては責任を取る建前ですから、結局取っていないというところが問題になってきます。先ほども言ったようにユダヤ人の解雇の問題はミス・ケントンからすればスティーブンスの責任でもある。なぜならばスティーブンスはユダヤ人の従業員を知っていて、よく仕事をしていることも分かっている。分かっているにもかかわらず旦那様の命令だからといってすぐクビにしてしまうのはやっぱりおかしいっていうのがミス・ケントンの主張です。つまりミス・ケントンはいくら執事であろうと責任はあるでしょうっていう考え方です。それは旦那様はもちろん一番責任ありますよ。だけど、それでは済まないだろうっていう立場です。でもスティーブンスにすれば旦那様のご判断は 100% 正しい、だからそれを実行するのは当たり前なんです。いや、仮に旦那様が間違っていたとしても自分は意見をするべきではないと思っています、はい、だからそれは無責任と言われても仕方がないかもしれません。もし責任感があればいくらなんでも旦那様がちょっと今回に限っておかしいんじゃないかなと思ったら少なくとも意見ぐらい言えるかもしれませんが、それさえ彼はしていませんから。だから見方によっては全部の責任は私にありますと口では言いそうですが、実際には責任を取らないということにもつながります。はい。
まあ、ミス・ケントンからすればそういうスティーブンスはちょっとやっぱり判断力がないというか使って判断力があっても使わない人だと思われたでしょうね。ですから先ほどスティーブンスには武士道的な面があると言ってもですよ、よくまあ、武士の世界でもですね、廉言つまりいさめるっていうことがあるんですね。つまり主君であっても、やっぱり、いくらどう見てもこれはおかしいんじゃないかという時はいさめる、腹を切っていさめる人もいたぐらいです。ですからそういうところまで徹底して武士道的な人ではないということですよ、スティーブンスは。これはどちらかといえば、ここにも書きましたが、形骸化した武士道の産物と言った方がむしろそれに近い、本当の武士道というよりはもう形としての武士道になっちゃってるような、そういう感じもあります。でそういうことをスティーブンスは、まあ、旅をしながらだんだんと分かっていく。しかし全部を認めているわけでもありません。まあ、そういうことで責任の問題から言っても彼は十分物事に対して責任を取っていないと言っていいでしょう。これはまず後でまたもう一度、確認したいと思います。はい、次に行きます。この作品で先ほども最初に申し上げたように、作品の時代設定がですね、日本の戦後と非常に近い。ですからある意味この小説は日本から見れば戦後日本人、戦前から日本の伝統を信じていて戦後生き残った日本人の物語として読むことも不可能ではありません。アメリカが中心となり大英帝国は滅びた。しかし彼は由緒あるお屋敷に勤めています。でもそのお屋敷は戦後になると管理が難しくなったので、誰も親族が、つまり元の旦那様の親族が管理をしようとは言ってこない。そんな時に金持ちのアメリカ人が現れてこれを買うわけです。しかもそのアメリカ人は非常に、まあ、気さくな横柔な人で親切といえば言えますが横柄でもある。伝統的な文化に対する深い理解はないし、イギリス社会の仕組みも全然分かっていません。そういう人がでも金の力はあるわけで、そういう中で伝統的な価値観を信じて生きてきたスティーブンスという人が結構アメリカ人の前では非常にやりにくいなと思いつつ仕事をしているわけですね。まあ、そういうところが日本の戦後の状況に重なるのではないかと思われます。で、しかも石黒さんは作家になる前は歴史を専門にした大学ではですから歴史好きなんです、とても。で、特に日本の戦争中の歴史、戦後の歴史は彼は英語でたくさんの本を読んでいるというのは知られているんですが、そういうことを考えますと、この小説は日本の戦後も考えつつ書いたのではないかなっていうふうに思えるんですね。はい、事実、日の名折よりも前の作品、浮世の画家っていうのがあるんですが、これは戦争中軍部に協力した美術の先生、高校の先生が戦後教職から追放される、そういう日本の物語、日本の戦前から戦後への変化において、自分は間違っていたんだろうかと自問する主人公を描いています。だから日本の戦争中から戦後へかけての歴史は石黒さんにとっては非常に重要な意味を持っているということがわかるんですが、この作品は一見イギリスのことを書いていますけれども、やっぱりそういう戦後日本っていうものがあるんですね。で、何より、日本の戦後もそうですし、英国においても国家神話というものがあった。まあ、英国は不滅の英国、大英帝国だったんですよ。
しかし、戦争が終わってみれば多くの植民地を失い、もはや世界を牛耳るわけにはいかなくなった、アメリカ合衆国とソビエトが、世界の中心になっていくわけですね。ですから、そういう時代の変化があります。その中で何とかして、過去の神話はもう復活させることは難しいわけなんですが、そういう中で何を信じて生きていったらいいんでしょうかというテーマがこの小説には出てくるわけです。しかも自分の信じていた数々の価値観がだんだん色褪せていくわけですね。そういう点でこの小説は日本の戦後とも重ねて読むことができると思います。はい、では 2-6 に行きます。この作品にははっきりと価値判断が示される場面というのはたった一箇所しかないように見えます。それは最後の場面で、ミス・ケントンに再会し、結局彼女からはダーリントン邸に戻る意思はないと聞かされて、しかし彼女と過去の思い出を共有できた喜びを味わったスティーブンスが、結局自分の人生は失敗だったと感じる場面です。旅も終わりに近づいて、目的であったケントンとも会いまして、しかし彼女は結局元の職場に戻るつもりはないということが分かりました。だから彼の期待はここで外れてしまったわけなんです。そして、帰る、あとは帰るしかないんですが、その時、自分の人生は失敗だったと彼は感じてしまうんです。あれだけ、旅の途中を思い出して、いろいろ思い出して、自分はあれでよかったのかなって思って、その都度ですね、でもあれでよかったと思うと自分に言い聞かせてきてましたけど、最終的には彼は自分の人生は失敗だったと感じているんです。じゃあどうして失敗だと思ったのでしょうかというのがその次に出てきます。引用のところですが、ダーリントン教は悪い方ではありませんでした。それにお亡くなりになる間際にはご自分が過ちを犯したと、少なくともそういうことがお出来になりました。今日は勇気のある方でした。人生で一つの道をお選びになりました。それは誤ってる道でありましたが、しかし今日はそれをご自分の意思でお選びになったのです。少なくとも選ぶことをなさいました。しかし私はそれだけのこともしておりません。私は選ばずに信じたのです。私は今日の賢明な判断を信じました。ですので自分の意思で過ちを犯したとさえ言えません。そんな私のどこに品格などがございましょうか。品格を求めて彼は勤めてきたわけですが、彼の結論は自分には品格がないという結論なんですよ。どうしてかというと、自分は選ぶということをしなかった。つまり判断ということをしなかった。選ぶということは判断するとですね、これはいいか悪いか、これは OK かダメか、それをしなかった。自分の人生、ユダヤ人の解雇の問題は一つの例ですが、あらゆる局面で彼は自分が物事を判断するということはなかった。そして旦那様が判断したことを信じた。それはやっぱり品格に反するんじゃないかと今思ってるわけですね。だから結局のところスティーブンスは、旦那様は間違った道だったかもしれないけど自分の考えで選んだ、で最終的にそれが間違いだと分かれば謝罪もした。しかし自分はそういうことさえできる、謝罪をできるほど選んだことがないって言ってるんですね。これは結構深刻な告白ですよ。はい、しかもスティーブンスっていうのは大体お屋敷勤めに長くて、他人に対しても敬語を使って常に、上下関係の中で生きてきたわけで、見知らぬ人にこんな自分の告白をするような人間ではありません。
しかし旅をしているうちに徐々に変化が生じて、ここでは見知らぬ人に向かってそれを言ってしまってるんですね。はい、それゆえに今読んだところを見ますと、これが石黒さんの結論ではないかなと普通思ってしまうんです。しかしそうではない、実は。はい、そこが石黒さんのまた面白いところです。はい、もちろんスティーブンスにそう言わせたのは石黒さんです。で それを言い換えればどういう結論かというと、人間はどんなシステムにいてもですね、個人としての判断力を失ってはいけません。それを失ったらもうおしまいですよと、そういう教訓を垂れてるようにも聞こえるわけですよ。しかし石黒さんはそういう教訓を垂れる作家ではありません。それはあくまでも主人公はそう言ってるだけであって、違います。というのも、その話を聞いた見知らぬ老人は何を言ったかというと、次のように、その次のページですが、わしに言わせればあんたの態度が間違っとるよ。いいかい、いつも後ろを振り向いていっちゃいかんだよ。いかんのだ。後ろばかり向いているから気がめいるんだよ。人生楽しまなくちゃ。夕方が一日で一番いい時間なんだ。足を伸ばしてのんびりするのさ。こう言ってるんですよ。つまり石黒さんはここで、スティーブンスのようなタイプの人間は確かに一生懸命生きてきましたから、その分だけ自分のが、道がはっきり、自分の思ったものとは実は違っていたと気がついたらがっくりくるでしょう、ね、しかし そういうふうに反省することは無駄とは言ってませんが、それだけでいいのかと、まだ明日もあるんです。人生、過去ばっかりを振り向いて、あそこはこうすべきだったのにできなかったなどと言っている、そういう生き方がいいのかなと、こう疑問を出してるんですよ。もっと気楽に生きてもいいんじゃないですか。まあ、スティーブンスには難しい注文でしょうけれど、そういうふうに言っている。これも作者の意見なんですよ。だから、作者はそういう一生懸命やってるスティーブンス、まあ、哀れでもあり滑稽でもあるかもしれませんが、しかし自分自身としては失敗だったと思っているスティーブンスに対して、でももっと肯定的に物事を見ることも大切ですよと言ってるわけです。はい、でその言葉を聞きましたスティーブンスは、確かに夕日の時間、日が沈む時間で、夕方の素晴らしさを実感しました。そしてやがて、自分の人生をもう少し肯定的に見れるようになっていくというところで作品は終わるわけです。そして最後に彼は言います。結果はどうあれ、何か価値あるもののために人生の多くを犠牲にすることができた、それは良かったのではないかと思うんですね。だから自分はやっぱり一生懸命やったと。でそれは間違っていたかもしれません。あるいは自分には判断力がなかった、それも欠陥でしょう。しかしとにかく一生懸命一つのことに、自分は命を懸けたっていう、そのこと自体は悪くはなかったのではないかと言ってるんですね。はい、だから一筋縄ではいかない作品で、これが結論だと思うとそうでもないですね。で、ということは明日があるっていうことです。希望はあるんです。今までの人生失敗だったかもしれません。それでもまだ希望は残るということで、最後はじゃあこれからは本腰を入れてジョークを研究するべき時期に来ているかもしれない。ジョーク、彼にはジョークが欠けていました。徹底的にジョークというものを思いつくことさえなかった。ところがですね、このアメリカ人の新しい主人の、一点だけ、プラスな面はジョークがあるんです。だからその辺がスティーブンスは頭に来てるんですね。そのジョークは人に対して失礼なジョークだと思ってますけれど、でも最終的にはそのジョークを身につけたら、もしかしたらアメリカ人のご主人とももっとうまくやっていけるんじゃないかっていうプラス思考に転じていきます。まあ、こういうわけですが、まあこれをまとめますと、結局まあ、一つの、まあ、我々の現代我々に当てはめますと、システムの中で私たちは生きてますが、一種の自己阻害を起こす
ということはありえます。システムの歯車になりきっちゃって自分というものを見失う、そういうことは起こりうるわけですね。現代のそういう人間が旅に出てシステムから一時的にですけれど外れた時に自分を取り戻せることがある。そしてもう一度システムに戻るんですよ。戻る時にはでも明らかに前とは違った目でもっと積極的にシステムに参加できるかもしれません。そういうふうに読むことができるわけです。まあ、こうなってきますと別に日本人の問題でもない、世界の多くの読者が感動する物語になるのは当然なんですが、まあ、しかし得てしてですね、このスティーブンスのような真面目な仕事人間、あるいは仕事オタクと言ってもいいかもしれません。そういう人は結構日本には多いので、その意味でもこの小説は日本人にとって非常に役に立つと思います。はい。まあ、少し時間が残っていますので、最後の森鴎外との比較をちょろっとだけ言わせていただきます。まあ、私が読んだ時に思ったのは、これは日本だったら森鴎外が追求したテーマに近いなと思ったんですね。森鴎外は日本の明治のエリートであります。けれどエリートという意味は成績が優秀であったという意味であって、国家の要するに歯車の一つとなるということなんです。確かに国家の上の方の機関に属するわけだから当然締め付けも激しい。そういう中で彼はどのように己を保っていったのか、それは彼の文学のテーマでもあります。まあ、例えば若い頃書いた舞姫という小説がありますが、これはドイツ留学中に出会った女性との恋愛を扱った作品です。でこのテーマっていうのは、エリートである日本人が結局お国を選ぶかその女性を選ぶかっていう、そういう二者択一の問題なんですね。で最終的に彼は国を選んだ、そして日本に帰る。でそうすると将来もエリートの道を進めるわけですが、本人は本当にそれで良かったのかという強い悔いがあってですね、それが作品になっています。そこにもはっきりあるんですが、自分は子供の頃はお母さんに、まあよくできる勉強のできる子供として期待されたのでその通り頑張りました。大学に入ったら教授がお前は優秀だと言って、すごく褒めて将来を期待してくれたのでますます勉強しました。で、まあ、主人公は鴎外は医学ですけど主人公は法学ということになっていて、で法律を全部暗記するぐらい勉強したというわけです。そして、官庁に入ってからは今度は上司がお前は将来偉くなれるぞと言ったんで上司が喜びそうなことを一生懸命やってきた。しかしドイツに留学したらそんなものは虚しいと感じた。本当の自分ではない、他人が期待する自分になろうとしてるだけだと、そう気がついてしまうんですよ鴎外は。だけどやっぱり国家に戻っていくわけですから、その時の辛さは相当なものですよこれ、はい、その辛さが彼の文学の、まあ、一つのテーマになっていくわけなんですね。ですからスティーブンスと同じようにシステムの中で一生懸命頑張ろうとする。ただスティーブンスはそれで一応旅行するまでは満足していたように見えます。鴎外の場合は留学があったために満足できないんですね、はい、自分でも言っています。妄想という短い文章があるんですが、たることを知る、つまり満足することを知る、それが自分にはできない。どんなに一生懸命やっても何か自分の人生は灰色である。本当の自分の人生を生きているようには思えない。じゃあどこに自分の人生があるのかっていうとそれもわからない。そういう毎日を送ってると言ってるんですよ。これまた辛いですよね、はい。ですがそれで彼はどういうふうに問題を解決したかと言いますと、鴎外の場合はかのように、かのように、かのようにという、生き方を選択します。
どういうのかというと、この世の中の仕組みはどっかおかしい、それは分かっているが、個人がそれを壊したりする力はない。だから一応自分はこのシステムの中で生きます、生きます。そして、何ですか、システムは正しいかのように生きますという。これまた苦しい生き方ですけど、つまり、例えば明治国家は天皇を神格化し、天皇制国家として立ってますね。鴎外からすればそれは単なる神話に過ぎないわけですよ。でもそんなことをいちいち文句言ったところで何にもならない。一応国民の一人としてはそれが正しいというかのように生きている、でも嘘だと分かっているという、こういう立場ですね。でこの立場っていうのは、またあと他の作家たちから非難されています。それぐらいだったらやめちゃういいのとかね、いろいろ言われるんですが、彼はあくまでも体制内に残るんですよ、はい。で、いろいろなところで、意見は述べているんです。実は決してですね、彼は体制にべったり従っていたわけではありません。ただそのような鴎外っていう人は日本の、近代の作家の中でも数少なく、体制のシステムをよく知ってる人です。でその中にいていながらそれを外側から眺めようというものを持っていて、そしてしらけた態度になっているんですね、そういう彼の生き方があります。でも、それを石黒さんのスティーブンスと比べますと、スティーブンスにはそのかのようにという生き方はまずありません。彼は信じたんですから、システムを。でその信じたこと自体を自分は失敗だと思っています。もっと判断力を自分も持つべきだったとは思っていますが、そこにおいてですね、結局私はこの和夫石黒という人と森鴎外は、時代も違うし、当然生きた環境が違うのですから当然違ってきますが、同じようなテーマを問題にしているんですけれども、鴎外の方は最終的に、体制の中で、生きることをなんとか正当化するしかなかったということが言えると思います。で、その人生というのはですから本人もやっぱり不満足だったと思うんで、彼が遺言を、この遺言書が残っています。これはまた鴎外は死ぬ1時間か2時間前に、寝たまま友達に、筆記させた遺言が残っているんですが、それは非常にしっかりした遺言書で、自分はいろいろ活躍もしたし、いろいろな名誉あることもやってきたけれども、そういうものは一切もういらないから、故郷のですね、岩見、島根県ですね、の一人の岩見の人間として死にたいって言ってるんですよね。ですからそういった彼が、いわゆる生きてる間に、勤めた体制に対しても彼は決して それで満足していたわけではなくて、故郷の土に戻りたいということを言ってるわけです。これはある意味で、時代も時代で、彼はやっぱり岩見の藩士、藩の医者の息子ですから、藩というものがまだあったんですね。そこに帰属する意識は残っていたんで、いくら中央政府で活躍しても故郷に戻りたかった、藩の人間として死にたかったっていうことなんですね。でも石黒さんの場合はそういう故郷はもうないんですよ。時代も違いますけれども、それ以上に、日本人ではないです。もう彼は日本の多くの部分を持っていても日本に帰っていこうという、そういう国はないわけです。イギリスしかありませんが、イギリスが彼の故郷とも言えないわけです。その故郷がなくなってしまっている石黒さんは、その分当然もっとシステムや社会システムその他をもっと厳しく外側から見る目は当然養うでしょう。この小説ではイギリスの伝統的な社会がいかに崩れていくかを描いていますけれども、他の小説でも今まで価値のあったものが
崩れてしまうっていうのを彼は如実に描くわけです。だそういう彼は言ってみれば、まあ、外と比べた場合に外が、まあ、できなかった、つまり故郷がある外と故郷のない石黒の差でしょう。でその部分彼は英文学に食い込んでいくことになりますけれど、日本人から見たらですね、今後の私たちの生き方にも示唆を与えてくれるように思います。まあ、それが一体何かというと、一つはですね、さっきも言ったようにシステムの中に我々はいますけれど、それを時として外側から眺める視野が必要だということと、それから、まあどんなに一生懸命仕事をするにしても、まあほんの少しでもゆとりのあるジョークの出るような仕事ぶりの方が人間関係も良くなるに違いないというようなことがこの小説からは学び取れるんじゃないかと思うわけです。もちろん最後になりますけれど、彼は日本人のために書いたわけではないんですよ。ですけれども、まあ、日本人が読めばそのようにも読めるというだけで、彼の小説はあくまでも世界のどの人が読んでも意味のある小説であることは間違いありません。まあ、だいたい時間が来ましたようですから、今日はこのぐらいにさせていただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。少し水だろうと。これからが質問タイムなんです。あ、どうぞ挙手をして。さすがに比較文学者の大島先生がいらっしゃって、すごい読み取りが深いんで、ここまで考えてなかったんですが、ただ小説はちょっと読んだんですけど、最初の取っかかりを割って、要するにこの小説はあんまり読んでませんので、はい、随筆とかね、それから歴史書籍なんか読んでましたけど、はい、純文学部でも久しぶりに読んだんで、はい、なんか入ってくるのが大変だったんですけど、うん、まあ実際読んでいくと、35ぐらいの人ですね、ちょうど書いた時。書いた時そのぐらいでしたかね。30、そうですね。35ぐらいでこんなことが書けるかなと、うん、私は。びっくりした。びっくりした。あまあ、多分外だって相当早熟だったんですけど、はいはい、まあ、まあ、あの人だって相当勉強されてますけど、うん、35歳でこういう、はい、ですね、はい、そう、私もそう思いますね、はい、非常に考えをですね、老成してるんです、ね、しかも主人公の年齢はかなり、自分自身より上の人でしょ、はい、だからそういう人物をよく描けたというのがありますね。大人の小説、まあ、イギリスのもともと大人の小説なので、はいはい、特に執事とか、はい、召使いが出る小説結構多いですよね、はいはいはい、映画にもあります、はいはい、だからそういうのをよく、まあ、調べてっていうか、そうですね、はい、相談によく、そうですね、石黒さんの経歴っていうのは、まあ、本人のインタビューもあるんですけども、最初は歌手になりたかったで、まあ、自分で詩を作って歌うという、でそれが、はい、それはうまくいかなくてですね、アメリカにも行って売り込んだりしたようですが、うまくいかなくてですね、それで、小説家になろうとするわけですが、その場合に彼は大学で文芸創作コースを取って、要するに小説家になる勉強を本格的にやってます。でその卒業制作っていうのがあって、最初に卒業制作を書いたのが最初の小説の元になった作品で、もうその卒業の時点でですね、先生方がすごく褒めていて、もう君はすぐプロになれるよと、非常にだから能力がある、まあ、考えもですね、先ほど若いのにとおっしゃいましたが、確かに35歳であっても彼は70年ぐらい生きたような、いろいろなことを考えたと思います。日本を出た時から両親たちはまた来年になったら日本に帰るとか、そういうことをしょっちゅう言ってたらしいんです。それで期待していながらちっとも実行されないので、
非常にあの日本に対する過剰な思いがあった時期もあるし、逆にある時急にそれは全く自分の勝手な妄想だと気がついたとか、そういう意味では精神的には随分いろいろな問題に悩んだと思うんですね。だから普通の35歳とはだいぶ違うんでしょう。はい、もう一つというのは、はい、言葉の問題ありますね、はい、あの我々ずっと日本の中に住んでるから日本語しか分かりませんけど、はいはい、5歳ぐらいで向こう行ったにしてもですよ、はいはい、英語でしょ、はい、外国語ですよね、はいはいはい、でそれをこう自分なり、まあ、5歳ぐらいでそういうことができるのかなって思ったりする時もありますし、うん、まあ、実際あるのかも分かりませんけど、うん、となると結構日本に例えば中国からの人が来てるし、はい、生まれたりしてますから、その中国人が日本の小説書いたといるわけですよね、はいはいはい、書かせてもらった人もいるわけですから、はいはいはい、だからそういう言葉ですね、例えば日本語で表現するのか英語で表現するのか、そこの辺で石黒さんはきちんと英語で表現して、はい、日本語は、まあ、あの少しは喋れないするんでしょうけど、その辺の、まあ、英語は世界共通語ですから、はいはい、まあ、問題ないと思うんですけど、はい、そこの辺の違和感っていうのがないのかなっていうのが、そうですね、その辺は私は何とも言いかねるというかよく分かりませんが、はい、あの本人はあの、まあ、あの英語で書くことで全く問題はなさそうですし、あの、まあ、5歳からずっとですからね、あの日本語から絶縁して英語に埋没したんじゃないかと思います、はい、最後にもう一つなんですけど、あの最後にジョークっていう言葉がありましたよね、はいはい、ユーモアではないんですか、まあ、この中ではジョーク、まあ、ユーモアなんでしょうけれど、ユーモアを、言葉にするとジョークになるわけですよね。だから、まあ、この主人公の場合はそういうことを言葉にする練習をしたことがない、だからどうやってやったらいいかわからないということなんですね、あのイギリスには結構ユーモア小説多いですよね、はい、そうです、はい、まあ、あの結構読者層が広いから、はいはい、いろいろ多分英語はそれぞれたくさんあるんですけども、やっぱりそういうのをお勉強したら勉強したら、うん、勉強されたのかな。あ、そうですね、あの石黒氏 の, あの、作品をイギリスの批評家は ユーモアが あちこちに溢れてるとか評価していますから、そういうものが作品に出てるんだろうと思います。まあ、身につけたんでしょう、はい、もうちょっと思うのは、今村上春樹が相当売れてますけど、はいはい、これは村上さんは英語をものすごく得意なんですけどね、あの人の小説とだいぶ違うんじゃないかな、だいぶ違いますね、はい、同じぐらいの年だと思いますけど、そうですね、我々と同じぐらい、はい、だいぶ違います、はい、だから世界性があるんですね。村上さんは、まあ、村上春樹は世界中で読まれていますから、うん、世界性はあるんでしょうと思います、うん、まあ私は好きではありませんけど、ね、私も嫌いなんですか、いや、というかあの石黒さんの方が深いと思いますから、はいはい、ね、深さが違う、深さが、はい、わかりました、他にありましたら、あ、ちょっといいですか、はい、どうぞ、あの今日のテーマとはちょっと違うかもしれませんけど、はいはい、あのテレビのインタビューが何かで、ね、はいはい、あの記憶というものは非常に大切で、あ、そうですね、はい、そしてその記憶というものが死に対する部分的な勝利となり得るとかなるとか、うん、そんなこと言ってたと思うんですけど、はいはいはい、これは、まあ、自分なりに考えてはいるんですけどよくわからないんですけど、非常に重要な問題でして、あの私を話さないでという作品でも記憶というものはものすごく重要だということが出てきます。で、今日の日の名残もですね、基本的に主人公が過去を、再現していく、その過程でいろいろ考えるっていう話なんですね。だからいかに、その過去を再現し、記憶をですね、よみがえらせる、それが重要かということなんですね。そのことがあったからこそスティーブンスは、旅の前には思いもつかないような結論に達してしまう、自分の人生は失敗だったっていう結論に達してしまうのも、結局いろいろなことを記憶を蘇らせたからだと
思われます。ですから非常に重要です。でそれがその、まあ、生命の問題とも関係するんだろうと思うんですが、まあ、もう人間がもし、まあ、どうせ死ぬわけですよね、どんな人でも。だけれどもその記憶っていうものはその常にその再現させていくことで次の世代にも伝えていくことができるものですので、それが大事だという考え方は石黒のいろいろな作品に出てますね、はい、この日の名残でもやっぱりそうだと思います。で私は本当にはあまり、書いたけど読まなかった部分で3ページ目ですか ね、3ページ目でしたか、はい、の上の方ですが、一番問題はというところで始まるユダヤ人の解雇のところですかね、そのユダヤ人解雇をの場面を主人公が思い出します。でその時、ミス・ケントンが激しく反対抗議するところも思い出します。でその後は自分が間違っていたという結論には達していないんですが、善悪の判断はなくてもそういう過去の場面がはっきりと蘇ったいうところで、これはですね、フロイトの精神分析の考え方と非常に近いですね。人間が日頃は意識のもとに、まあ、眠らせている部分があるきっかけで蘇ってきたときに、それが良かったか悪かったかっていうのを別にして、そういう蘇りが起こると自然と精神は方向転換していくという、そういう理論ですね。だからそれと近いものがあって、ここの部分で作者は別にスティーブンス自身自分が間違っていたと反省しているわけではない、そういうふうには書いていませんが、しかしこういうものが積み重なって最終的には自分の人生は失敗だったというふうに彼が思うようになっているんですね。だから記憶は大切なんでしょう。だから石黒さんにとっては特に重要なテーマなんじゃないですかね、はい、よろしいでしょうか、はい、どうぞ。いいですよ、はい、ちょっと、もう少し時間がありますけど、質問ありますかなと。いかりさん、石黒さんお好きですよね。いや、ちょっと質問ではないんですけど、はいはい、今言われた時期、たまたまその石黒の小説を読んで、はい、この日もな、2年ぐらいはだったと思うんですけど、ね、で、まあまあ面白いと思ったけども、必ずしもその、なんかあんまりものすごい劇的なことがあるわけじゃない。そうですね。はい、これが非常になんか気になる小説だったんですね。はい、で、その話してたら、まあ、今年の春頃ですよ、先生が、今年の、今年これをやろうと、はい、いうことを言われたんで、また読み直したんです。はい、そしたらまた、あ、なるほど、そういうことが書いてある。はい、だけども、やっぱり十分読めてないんですね。で今日のこの講義を聞いて、本当に目から鱗が落ちるというのはこういうことだと思う。あ、そうですか。ね、実に、あ、こんな面白い小説だったんだということがね、感じたんですけども、一つ、お父さんのことが、既得っていう話がここにちょっと出てきましたけど、はい、もう一つ、私の記憶に残っているのでは、あのお父さんが、階段のところで、転びます。転んで、なんかお盆をひっくり返してた、はいはい、でそれはもう年を取ったってことなんですね、はいはい、でそのもうお父さんも引退したらということを周りの世界からこの水分を言う、はい、だけどもなかなか関係で聞かない、はい、ところがある日ふっとこう見てたらその階段のところで一生懸命登るようにして、はい、そのお父さんの練習をしてるんですね、はい、で要するにそのお父さんはあれは自分が年取って転んだんじゃなくて、石段が悪いんだっていう、うん、でつまり、それはやっぱり単性にしてしまうというね、うん、まあ、一種のここでも言われている責任の問題、
で、あれをちょっと象徴してたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ね、それで、非常にこう今日のお話の中でですね、その今のこととも関係あるんですが、無限責任とか、イコール無責任って、ね、あれ、ちょっと飛躍したというか、東京書があるかもしれないんですが、コロナの大震災で、福島であるが大変な、ことが起こったんですね。その時に、当初言ってたのが、あれは津波のせいだと、想定外の津波のせいだと。で、ああいうふうな発想が生まれるというのは、ね、あれによって結局、そういうふうに言うことによって、責任がうやむやのままで、それにまた還元して、今度の給水電力の問題にしたって、結局誰も、少なくとも今の時点で責任を取ろうとしてない。だけども、偉いことが起こったことは事実なんで、それは誰かがやっぱり責任を取らない。こうやって無限責任イコール無責任になってしまう。で、そういうことが結局やがてその今の社会というものが持っているそういう問題点というのは非常にこう株式という人が出したと思うんですね。そうですね、はい、だからこの小説を読んでて、まあこれに限らず私は話さないというのも非常に面白い人ですが、この思うのは石黒という人はただの小説家というか文学者というかじゃなくて、なんかこう思想家っていう、そうですね、大げさに言えばね、そういう人だなっていうふうにつくづく思うんですね。はい、私もそう思います。それで、まあそういうことで私一つは私自身が、まあ、自分には文学を読む力はこんなになかったのかということでつくづく思わされて、なんかがっぷりしていやいや、そんなことはないでしょ。今までねいろいろ読んでもね、なんかまともに読んでなかったんだなってことを思わせられてですね、少し愕然としました。ということでですね、まあこの石黒をお読みになってなかったのね、私がこう言っちゃいかん、おこがましいんですが、ぜひ読まれると、そうですね、面白いという、はい、最近になってこう読み応えながら読みましでした、はい、で、まあ、余計なこと言ったと思うんですが、最初事務局長からの話があって、今年80回目、うん、それで今年が11回ですけど、10回目だと。そうですね。で、今年で、唐津塾が丸8年で80回ほどあって、で、今年の今日が最後なんですね。はい、で、今年の最後を締めくくるのに、誠にふさわしい名講義をいただいたんじゃないかなと思って、今、いかりさんがおっしゃってくださって、随分、私にはちょっと過分ですけれども、でも、我々っていうか、まあ、大学で教える人間なんで、申し上げますけど、やっぱりこの作品は毎年授業で扱っております。で、もう過去10年ぐらい続けてやってますから、それは当然、一度や二度読まれた方よりも、しかも学生は日本の学生ですから、日本の学生にインパクトのある部分を伝えないといけないわけですよね。だからどうしてもそういう責任の問題とかシステムの中にはまり込んで自分の判断力ができなくなっちゃ困るっていうことを盛んに学生には言うわけですから、そういうところはどうしても話の中心になります。でまあ、なぜこの作品を学生に読ませるかというと、もう碇さんがおっしゃった通りで、現代社会でもこの問題がずっとあるからなんですね。で、学生にこう例えばアンケートを取るんですけども、例えばお父さんが既得で君は今バイトをしているとで、どうする、大事なバイト、今日はバイトといっても大事なイベントがある、どうするかというと、結構半数ぐらいはバイトをやるって言うんですよ。これ本当かな。いや、私それ本当かどうかは信じられないところもありますけど、案外にその、何なんですかね、そこまで緊迫した実感がないからそういうのかもしれませんけれども、そういうアンケートを取ったりもしたことあります。でもこの作品は
概して学生には受けますやっぱり、はい、自分に何か関わるテーマなんでいうふうに思うみたいですね、はい、ですからまあもう毎年やってるんですから昔いやそれでも碇さんがおっしゃる通り毎年やっていて私自身は全然飽きません。これは大した作品なんじゃないですかやっぱり、はい、ある大学の先生が言ってました。やっぱり授業で作品を学生に読ませるときは相当いい作品じゃないと持ちませんよ、うん、だからやっぱり相当いい作品なんですね。いろいろな読み方ができるし、読むたびにまた見つかるんですね。ですから確かにもし今日お話、お聞きになって興味が出てきたという方はぜひ読んでいただきたいですし、今日のお話っていうのはその魅力のほんの一部分に過ぎませんので、もっともっといろいろな読み方ができる作品だと思います、はい。まあ、映画もあるんですけどね、まあ、映画は、まあ、多少終わり方がだいぶ違うんでこの日の名残についてはやっぱり原作の方が映画よりいいと思います。はい、そのジョークのところないですからね映画では、はい。もう一つの私の話さないでというのは話内容は全く違うことですよね、はい、プロ人間の話ですが、はいはいはい、だけど別にあるプロ人間って言葉は主題ではないとは思うんですが、はいはい、やはり非常にこの 現代の大きな問題を扱っているわけですね、はい、そうですね。でさっきちょっと今だか質問された中で記憶という、はい、風呂石黒自身が自分の作品に、ね、記憶というのが全部こう背景にあるそうですね、なってますね、でその記憶というものを日本人というのは人の噂も75日ですね、うん、水になる忘れどんどん忘れていって、うん、だからあれもこの間のこの前の3月11日の震災に昨日で8ヶ月経ったんですね、うん、でやっぱりどん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 記憶から薄れていくと思うんですよ、はいはい、でここにはちょっと出てくるけど前で時間ということが ありますけどね。だけどとかく後ろを振り向くより前を見ろ前を見ろって言うじゃないですか、うん、そうですね、ここでね、はい、先生が生徒に対してとかそれやっぱりね、おかしいんじゃないですか。そうですね、石黒さんのこの作品の最後には後ろばっかり見ないで前も見ましょうと言ってますが、後ろを見ることがなかったらスティーブンスはここまで精神が進化していかなかったんですね。だからやっぱり後ろを振り返るのは大事だと思います。でこれは確かに何ですかね、現代の日本ではやっぱり欠けてると思いますよ私も。だから中国や韓国が口を出すのも無理は、ある意味では無理はない。日本の歴史教科書はその別に自分たちの過去をそのマイナスばっかりで捉えるべきではない、私もそう思いますよ。しかしあったことは事実としてしっかり記しておくべきであって、それを知らないと困ると思うんですね。だからその点で別に日本はダメな国だという教科書を作る必要はないけれども、実際にやったいいことも悪いこともきちんと記しておく必要があるし、それをやっぱり次の世代にちゃんと教育する必要があると思いますね。石黒さんはそういう点ではもともと歴史を勉強していて歴史がすごく好きで、やっぱり人間の過去っていう問題にはすごくこだわってると思うんですね。だからその意味でも日本の現代の小説家にも欠けてるものが石黒さんにはあります。最近私のところに来ている中国人の留学生が芥川賞、過去20年間の芥川賞の総括をやってるんですけども、本当に歴史的な作品ないんですよ、まあ、自分の日常の延長の世界ばっかり、はい、もちろんそれでも社会問題は出てきます。でもそれを過去の過去から現在へという軸で見てないですから、
あのその点から言っても、ね、石黒さんというのはやっぱり貴重な作家だと思いますね。はい。はい。ちょっと早いですけど。じゃあどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。